カート神奈川芸術劇場ラジオカート。こんにちは、カート神奈川芸術劇場芸術監督の長塚圭司です。2022年度のカート神奈川芸術劇場はますます開かれた劇場となるべく、カートで開催される作品の裏話や見どころをカート神奈川芸術劇場芸術監督の長塚圭司が皆様へお伝えするラジオカートスタートしました。いやー、この今回はものすごくまた僕が長年、もう10年、ファンで追いかけているあの方をお呼びしております。第5回目、今回は11月13日から大スタジオで上演される温暖化の秋ホットオーダムから作演出の、私は10年追いかけております、山内健二さん、そして、僕は大いなる信頼を僕もやっぱり寄せさせていただいてます、ご出演の岡部隆さんにお越しいただきました。山内健二さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。 CM ディレクタープランナーとして活躍し、ノバ、コンコルド、ソフトバンクと話題の CM を多数手掛けられ、2004年から演劇の作演出を開始し、白ヤギの会を発足、以降毎年新作戯曲を発表し、2014年トロマグロで第59回岸田國士戯曲賞を受賞、最新作は今年の秋ですね、公開されました長編映画4本目となる監督作品夜明けの夫婦、脚本演出による演劇プロデュースを行う白ヤギの会では現在も毎年1本の公演を行っています。そして岡部隆さん、1972年6月22日生まれ、和歌山県出身、東京乾電池退団後多くのプロデュース公演に参加、白ヤギの会へは自己紹介特本トロワグロをはじめ、もう当初から数々の公演に出演されています。私が脚本演出いたしました朗読劇京電ズーマンアナクロニスムの夢、小松座イーハトーボの激列車、そして、私がカート神奈川芸術劇場主催公演で初めて演出いたしました2017年の作者を探す6人の登場人物にもご出演いただいております。それでは早速山内健二さんと岡部隆さんにご登場いただきます。山内さん、岡部さん、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。温暖化の秋ホットオータム作演出の山内健二です。それに出演させていただいています岡部隆です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日ちょっと見させていただきましたけれども、はい、お稽古の方いかがですか？いや、順調っていうか、まだ書いてまして、はい、まあ、もう終盤なんですけど、はい、まあ、順調に問題なく進んでいて、うん、長塚さんはお分かりだと思いますけど、こういう状態の場合だからこう追いつかれてくるっていうのがありますよね、俳優の人たちに書いていて、書きながら稽古していくと、確かに追いつかれてきた、やばい、追いつかれてきちゃったみたいな、その半分、半分ぐらいは書いてから稽古始めて、少しずつ書き足してきたわけですけれど、それでも結構みんな早いから追いつかれてきてるっていう、そういう感じです。昨日僕が最初の頭のところでちょっと聞かせていただいた本読みのところ、うん、あれって出来たての場面ですよね。そうです、そうです。そう、いや、だから僕ちょっとびっくりしたんですよね。これあれは初見というか、あ、最初の本読みとしてはすごいクオリティなんだな。ああ、そうかも。うん、昨日そう配ったばっかりです。いや、ちょっと信じられないというか、すごいんですよ。早いですよね、シュリちゃんもあっちゃんも東野さんも超える。シュリさんは特に初めからキャラクターなんだ、ほら本読みって、ただ本だけの人もいるし、結構その入って読む人もいるけど、はい、シュリさんは本当に入っていきなりリーディングになりますよね。なるほど。いや、僕もちょっとびっくりしたんです。最初の読みだとしたら、なんて言うんでしょうね、そのドライブのかかり方というか、淡々と進んでいくのに、
やっぱり場面がギュッと緊迫する場面がそこでもう生じてるから、だから山内さんもその後にコメントされるのもまあなんですか、もうしばらくやってきたみたいなコメントだったし、ちょっと驚きましたね。まあ前半が固まってるので、はいはい、それもあるんでしょう。そうそうそう、キャラクターができみんな分かってるっていうこともあると思います。そうですよね、さっきやっぱりさきさんもやって攻めてくるところのポイントっていうのはね見えてるし、すごくちょっと聞いただけでも僕は稽古場がどんな稽古場かちょっと分からないので静かだったんで笑えなかったけど、気持ちとしてはちょっとすでにかなり楽しかったです。ちょっと、そう、そんな流れで山下さんって俳優さんってどのように選ばれてるのかなと。僕は、まあ、好きな俳優さんなんですけど、と、ええ、いうかもう、まあ、ずっとこういう感じ、まあ、長塚さんご存知だから、そういう、もう本当、小劇場の人たちを、まあ、追いかけていて、うん、で、まあ、いいなと思った俳優さん、まあ、やっぱその人が出てる舞台を見て、うん、いいなと思ったら、その人追いかけて、こう、他の次の公演もチェックして、何本か見ていくっていう感じですね。それから声をかける感じです。なんかその惹かれるポイントを言葉にすると何かありますかね。そうですね。いや、まあ、いろんな場合があるから、その惹かれるポイントっていうのは、一言では言えないんですけど、まあ、自然にできる人ですよね、やっぱり。まあ、リアリティがあるっていうか、なんていうか、まあ、うまいなって思う人。それと、だから、演劇、舞台、まあ、大抵ほとんど舞台で見てるんだけど、まあ、やっぱり映像でも全然このまま、だから映像で撮っても、いけるなっていうか、全然、このうまさは映像でも全く同じで変わらないなっていう、そういう基準っていうのがあるかもしれないですね。それとあと、その見ていて、この人はもっと、こういう役もいいけど、別のもやってもらいたいなみたいな。その別のっていうのは、僕がこう書けるなみたいな感じがするっていうことなんですけど。はいはい、そういう場合も、そう、注目して、そういうところも見て、お声をかけるっていう、そういう感じです。でもその中でも、岡部隆さんは、ものすごいたくさん一緒にやってらっしゃいますよね。岡ちゃんはですね、初めからいるから、今の基準はあまり関係なくて、僕がつまり、だから演劇をやるようになった時からいるので、岡部さんは、まあでも岡部さんはそんな初めからそんな変わってないですよね。岡部さんの方からお二人の出会いをちょっと教えていただけますか。もうだからその白ヤギの会っていう名前になる発足する前に、僕が岩屋さん、これにも出てる岩屋健二、岩屋さん、はい、岩屋さん、村松俊さんっていう俳優さんと、はいはい、3人で午後の男優室っていうユニットをしてまして、で村松さんと山内さんがお知り合いで、村松さんが村松さんの一人芝居とかの山さん本も書いてたんですよね、そうそう、初めはね、だから短編のコントを提供したりしたんですよ、その一人芝居で、一人芝居もあって、その今この村松さんと岩屋岡部の3人のユニットもあって、はい、でその 3人のコントのそう、コントも提供して書くようになった。そうね、そう、だからどういう流れで山内さんが
演劇をにこう入っていったかっていうのも見てたんで、うん、そうそうそう、そうそう、あのチラシ配りに行ったりとかいろいろしましたね、初めは。うん、チラシ配りに行ったり、折り込みをしに行ったりとか、行ったりとか、うん、あの一日中折り込みやってました。あの僕は岡部さんとご一緒させていただいて、もう 3本やってるんですけど、やっぱいつもなんか面白い角度で、あの質問を投げかけてくれたりとか、あのなんて言うんでしょう、その客観的に結構場所を見てくれるから、すごい僕はいつも楽しいなと思って、あのもちろん役者としても面白いんですけど、すごくでもいつもその質問とか、そもそもこのシーンなんだっけみたいな質問をしてくれるっていう印象があって、それも僕はなんか岡部さんのいいとこだな。岡部さんって稽古場でなんかそういうこと言ったりするんですか？山内さんに質問したりとか。あ、山内さんに質問したり、いや、しますします、それはね、しますね。岡部さんは白焼きの時はだから大抵僕がだから自主稽古っていう時は岡部さんがあの演出の代わりね、うん、まあそこまで大層にはできないんですけど、まあなんかこう まとめてるみたいな感じですよね。はい、はい、今回は全然何、お母ちゃんはあれですか、自主稽古の時は何にも言ってないの？あ、もうほとんど何にも言って。ああ、そうですか。ええ、もう言ったっていいと思いますけどね。あ、まああの気になるところはね、あのこうかなかなっていうのは、あの、いや言ってるんでしょ。まあそんな多くは言ってないですけど、あのまあ、ちょっと例えば悩むところとかあるじゃないですか、これどうやったらこういけるかな、いけるかなって、でそういう時ってこうしたらどうかなみたいなアドバイス的なことは、うん、まあ言ったりはすることありますけど、そうそう、そういうのが結構大事だっていうか、うん、結構聞いてると思うんですけどね、今まで。まあそういうのもあるけど、なんていうの、俳優ならではのさ、だからこのセリフの、だからこれを言える、こっからこういうふうにチェンジでき、気持ちがチェンジできる、だから生理的にこれが言えてるかとか、動けるかとか、そういうようなほらことも岡ちゃんに聞いたりする俳優さんもいるじゃない、稽古の間に、はい、でそれをそのなんていうの、岡ちゃんがそういうアドバイスしてあげるみたいな、そうですね、それでそういうこともあったりするか、それが結構ね、そういう細かいところっていうか、それがすごい大事だなと思ってるんですよ。僕は俳優ではないのでね、うん、だから僕は本当におおらかにそういう風にして、あの山さんがしてくれてるんですけど、それ間違う時あるんですよ、俺が言うて山さんの前で、うん、うん、全然違う、何それって言われたら俺めちゃくちゃ恥ずかしい。いいんじゃないの、それはそういう場合はそういう場合で、はい、うん、ちょっとあのこの話だけでもずっとゆっくりしてたいんですけど、なんか稽古のその話僕聞きたかったんですけど、ちょっと他の話も聞かせてください。あの、山内健司さんって僕一番最初に見たのは2012年のスキラギエリの小さな事件を見て、そこから僕10年間ぐらいあの見られる限りの公演はずっと見続けてるんですけど、うん、あの小劇場楽園っていう劇場でやっていて、まあ、僕はもう正直それでそこから楽園っていう劇場が大好きになってしまって、やってましたよね、あの王将を楽園で、すごいね、こんなことは、こんな劇場あんな面白く使えるんだっていうふうに思って、あんな小さな空間をそこから絶対僕もやりたいと思って、やったんですけど、だから僕にとってはいろいろとありがたい、感激体験だったんですけど、なんかやっぱり劇場ってああいう小さな空間とか、なんか劇場も山内さん選び方にちょっと癖があると思うんですけど、なんかそういう劇場選びの何か決め手ってのがあるんですか？やっぱり小さいところは好きですよね。うん、うん、あのそういうもちろんあの、まあ、小声でも、ね、ささやき声でも聞こえるっていうのもあるけど、そういうなんていうんですか、そういう密室感だし、もうそのすぐ目の前で行われてるっていう、そういうなんていうんですか、だから僕の世代はほらジャンジャンとかに行っていたあれだから、うんうん、好きです、小さい空間、
最初拝見した時はやっぱりちょっとサロン的な空気というかもう少し漂ってた気がします。そう、僕はいつもあのなんていうかな、やっぱりきちんとあの大勢のお客様に愛されてるなという印象を受けていて、それであのすごく僕らあの公共劇場としても感心するのは、いやそれはもちろんいろんなご苦労のある上でだと思うんですけど、やっぱり少しでもやっぱりチケットを安くあの売りたいっていうふうにいつもおっしゃっているのがすごく、まあ、あの僕らが実現できないところもあるんですけど、めちゃくちゃやっぱりあの嬉しいというか、刺激を受けます。やっぱりそのことはとても意識されてるんですか？うん、そうですね、初めからそれは意識してというか、あの、まあ、それはね、あの、あれなんです、要するに CM 業界でこれ演劇始めたでしょ、それでその、うん、あのさっき言ったそのパンプルムスでやったやつなんかは、あの時800人ぐらいだったかな。でもいきなりで800人ってすごいと思うんだけど、うん、でも実はほとんどそのあれなんですよ、業界の人たちだった、はい、当然ね、うん、だって演劇界なんか僕なんか全然全く知名度ゼロだったわけだから、うん、だからそこからなんとかその若い演劇ファンを増やしたいってずっと思っていて、だから そのことが一番大きいですよね。それだから値段設定を安くしないといけないっていう、うんうん、だからずっと値段設定をとにかく安くって思っていて、だからでもあのそれ何年かその気持ちが叶って、業界の人たちはもうどんどん減っていってあの一般のっていうか演劇のを見る人が増えていったから、その点では良かったなと思ってるんです。なんかやっぱりどんどんあの値段が高騰していって、今も特にコロナになってからね、であと劇場費とかさ、いろんなほらいろんなも含めて、いろんなもちろんあのそういうなんていうのマテリアル関係とかも全部、ね、値上がりしてるから、はい、そう全くその通りです。だからそれ当然チケット代に反映されてしまうのは分かりますけどね、でも本当に上がってますよね。いやそれにしてももう商業演劇でさ1万何千円とかもう普通になっちゃってますもんね。普通ですね。いやだからますますあの格差っていうか、まあ、演劇見る人は限られちゃってますよね。いやそれはねちょっと本当に大きな問題なんですよ、まあ、だから本当はだからこそその僕らの公共劇場ができることを探さなきゃいけないなと思うし、でもやっぱその中でやっぱり本当に物の値段が上がってきちゃって難しいですね、うん、ちょっと岡部さんに質問したいんですけど、今回の温暖化の秋はいかがですか？そうですね、僕が最近、まあ、山内さんずっと、まあ、出させてもらってくれてますけど、まあ、僕も年取ってきたっていうのもあるんですけど、前回とかは役としては岩井さんのお父さん役で、今回もあっちゃんの地元はあっちゃんのおじさんの役で、ずいぶんずっとなんていうんですかね、その設定よりも年上の役をやらせてもらってるっていうのは面白いなと思うんですよで、コートサル別におじいさんとかおじさんっていうキャラを作ってるわけでもなくて、そういうポジションで出てるっていうのは面白いなとは思ってます、個人的に。なんかでもそういうトリックって山内さんされてますよね。なんかよ劇の中でその年齢がわからないっていうのはなんか見ますけど、特に最近岡部さんが高齢化してますよね。高齢化してますそうですね、もう相当やってるから、あらゆるパターンは、まあ、飽きちゃってるっていうのはあるんじゃないですか。そうそう、それをね、ちょっと言われるんで、新しいおじさんとかやらせて、あ、またここあったんかって自分でも思いましたよかったみたいな、うん、まあでもやっぱり、まあ、あんまり関係ないけど、その
そんな、まあ、そんなに何、え、20年もやってるの？え、でも20年じゃないよね、白ヤギの会。18年ぐらい。あ、そうそうそう。あ、その前からのお付き合い。だから、岡ちゃん、まあ、ゆあやもそうだけど、本当にあのテレビによく出るようになって、驚いちゃいますよね、とにかくね。あの、まあ、この質問最後にして したかったんですけど、どういかがですか、カート神奈川芸術劇場。あの、いやいや、もうカートはあの初めて来た時にもう 何年前か覚えてないんですけど、本当に立派で驚いたんですよ、うん、もうまるでさ、え、こう、なんていうんだろう、スウェーデンのさすごい劇場っていうか、なんホールっていうか、なんかそういうオリジナリティのあるさいや、かっこいいなって思った印象がありますね。だからその出れる、本当にお声をかけていただいたのは本当に嬉しかったですけれども、あの、ただや案外そのなんていうの、でその神奈川っていうか、そういう横浜とか、あのほらやっぱりそういうほらおしゃれな街だし、あの僕ね、東京、僕は東京生まれ育ち、長塚さんも育ち、うん、でそのやっぱり横浜への憧れみたいなさのがずっとこうあるわけだけど、うん、でもこうこうやってその今回その実際にそのカードの人たちと話してとか、その宣伝部の人と話をすると、あの案外なんていうの、思ったよりもなんかこうなんていうんですかね、地方で、あの地方の人を集めたいとか、なんだろう、そので、よ、でもカートは周りすごくあの、まあ、観光地だし、もうすごい立派な建物とかもあって、うん、あの都会的なんだけど、あでも、うん、でもそう思ってたんだけど、でもよ、あのホテルに僕があの何日かいて、夜なんか結構あの、ね、誰もいなかったんですよ、ね、そうなんだ、寂しかったりする、寂しい。だからね、案外ね、あのやっぱり東京とはちょっと違うんだなとか、そういう地方感があるんだなっていうあの気がしましたね。そうなんです。だから本当はちょっと歩いたりすると、もちろん夜までやってる営業してるところの街があったりとか、でちょっとこう点在してるところとかはちょっとかなり東京と違うんです。うん、そう、うん、まあ、東京はやっぱり異常なんだなとは思うけど、でここはここで、ね、いろいろ楽しみ方がまた別っていう場所ではあるんです。もうちょっと本当に歩いた、あの今コロナやからあれですけど、馬車道パトロールとか行ってみたら、面白そうな居酒屋さんとかお店、おでん屋さんとかわーってあったりしますね、馬車道まで行ったら。バンバンあります。ね、本当にありますし、野毛の方も歩けるし、うん、歩けます。ね、伊勢崎町の方とか行っても面白いですし、あの実はちょっと歩くとあの夢のように面白くなります。確かに、はい、というのがあるので、それもちょっとあのコロナであれですけれども、あのいずれちょっとお楽しみいただけたらいいなというふうに思っています。あのちょっともうあのお時間になってしまったんですけれども、いろいろと稽古の話あのいろいろ聞かせてくれてありがとうございます。あの引き続き、稽古の方、山内さん、岡部さん、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんご視聴ありがとうございました。温暖化の秋ホットオータムは11月13日から11月27日までカート神奈川芸術劇場大スタジオにて上演されます。皆様のご来場をお待ちしております。ではラジオカート、次回のエピソードでお会いしましょう。さよなら。長塚圭史でした。